フラストレーションマックス。久保建英を怒らせるとどうなるか分からせてしまう。ゴール直後、仲間の手を振り払い、その後も仲間を無視し走り抜ける久保。久保は開幕戦途中交代、2戦目ベンチスタートと今ノル監督の采配に相当フラストレーションが溜まっている模様。タケ、ゴールパフォが先発落ちに切れまくってる。荒ぶってて草。タケ、ゴール決めた後サディクがアシストしたのに払いのけてて草、どんだけフラストレーション溜まってるんすかタケ草さん。一人でぶち抜いてゴール。凄すぎるわ。竹朝から気持ちの良いゴールありがとうでも本人はバチクソ切れてる。竹が皆を払いのけてどこかに消えていっちゃった事件とか、イスケットばしてハラハラさせる事件とかを思い起こさせる久しぶりの感情爆発系ゴールパフォーマンス。トロサールと竹のゴール後の反応こう見ると似てるな。久保はゴラッソの時に今ノルにスタメン落ちに対して切れてるのか、とりあえず頭きてたよな。久保スタメンじゃないとかソシエダ終わってんな、もうこれは遺跡ということで OK?スタメン外されたフラストレーションってだけだったらいいけどな、難しいことになってないといいな。途中出場からゴールで1-0勝利て、なぜスタメンじゃないんだよ。この選手がスタメンから外れるは普通ありえない。セレブレーションは今ノルに向けてだろこれ。今のソシエダの戦力でこの選手をスタメン起用しないのはさすがにどうかしてるとしか言いようがないだろう。